はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女副将解説井伊直虎やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のアップデートでですね、MR となってやってまいりました。井伊直虎、早速見ていきましょう。まずは初めてなんで人物紹介だけ見ていきます。遥か遠い西部の辺境、井伊直虎は愛馬に乗って荒野を駆け抜ける。彼女の素性を知る者はいないが、その存在は金持ちの悪夢であり、西部一の賞金首となった。しかし賞金ハンターなどは井伊直虎の眼中になく、彼女は一刻も早くあの人の町に駆けつけ対決の約束を果たしたいだけだ。また検証例ですが、いつの間にか検証額が増えましたね、ということなんですが、この人物紹介見る限り、あの人の町に駆けつけ対決の約束を果たしたいだけだ。まあ、アバっていうのはね、まあ、ストーリーが若干つながってる部分もあるので、まあ、おそらく次の、西部の決闘アバの相手がもしかしたらいるのかもしれないですね。うん、まだまだあと 2,3 人は多分西部の決闘アバが来るとは思うので、まあ、その人に向けてのメッセージなのかなと僕は思ったりします。はい、ということで、井伊直虎は弓で和の陣営となっています。そして専属武器、新鋭セットだけ見ていきましょう。まあ、ここは特に MR になったからといって変わってはいません。井伊直虎専属ステータス、 HP 吸収が 16%、 攻撃力が 18%、 物理防御貫通が900となっています。ということで、パッシブ全部出しておきましょう。またなんかテキスト長そうですね。パッシブスキル、最大 HP が 48%、 体力値がレベル ×240、 そして神髄共鳴スキルですね、敏捷値によって敵の知力ダメージを減少、こちら敏捷値 ×2 の固定ダメージ減少となっております。そして2番目、敏捷値がレベル ×360、 命中値がレベル ×400、 敏捷値によって敵の攻撃力ダメージを減少という神髄共鳴スキルですね、まあ、こちらも敏捷値の 2.5 倍の固定値となっております。そして3番目、攻撃力が 54%、 防御貫通が 1000、 そして最後、会心値がレベル ×380、 物理会心ダメージが 60% となっております。ということで、パッシブ見ていくと、まず増えたのが敏捷値レベル ×360 ですね。まあ、これはマックス数値でもらえました。井伊直虎はね、もともとステータス系の、まあ、敏捷値なかったんですけど、まあ、これが0から360に増えたっていうのはかなり大きいかなと思います。そしてもう一個が命中値というところで、まあ、命中値があるってことは対 NPC とかね、まあ、活躍が見込めるのかなとは思いますが、まあ、UR 戦から考えると、まあ、対 NPC での活躍っていうのはそこまでじゃないかなとは思うので、まあ、MR でどこまで強化されたかっていうのに、まあ、関係してくるかなと思いますね。まあ、あとは物理防御貫通と防御貫通どっちもあって、まあ900と1000、まあどっちも数字っていうところはまあ残念なとこですけど、まあ両方あります。そして会心値と物理会心ダメージ、まあセットでついてますね。どっちも高い数字でついています。レベル ×380 と 60% ですからね。そしてあとは体力値があってHP 吸収ですね。まあ、アタッカーに必要なパッシブとなっています。そして、神髄共鳴スキルが、敏捷値によって知力ダメージを減少。知力ダメージなんですね。まあ、いつも通り筋力ダメージなのかなと思ったら、ここで知力ダメージを減少してきました。まあ、知力ダメージ結構通りやすいですからね。とはいえ、やっぱり武将が多いっていうところもあるんで、筋力ダメージの方が良かったかなとは思いますが、まあ、ただ、ここも、固定値なので、まあ、そこまで減少はさせられないかなといったところですね。そして2番目の方が、敏捷値によって攻撃力ダメージ。まあ、ここは毎回ついてますよね、攻撃力ダメージに関しては。で、攻撃力ダメージも固定値となってますんで、まあ、そこまで減少させられませんよっていうところで、防御面がまあちょっと不安かなっていったところですね。パッシブ全部見ると体力値もレベル ×240 とそこまで高い数字ではないので、まあ HP 伸びますけど、まあそこまで、他の子に比べて、まあ そこまで伸びないのかなと。まあ他の子なんかレベル ×300 とかもらったりするんで、そこと比べると若干伸びないのかなとは思います。で、防御系がないですよね。復活なかったりとか、防御パッシブなかったりとか、ないので、かなり防御面不安があるかなといったところですね。もう攻撃に結構振ってる感じがします。会心値もあって、物理会心ダメージもあって、ダブル貫通あって、HP 吸収あって、
で、敏捷値が来ててというところなんで、攻撃にかなり振ってるかなとは思いますね。まあ弓はそっちの方がいいのかもしれませんね。下手に中途半端に防御上がるぐらいだったら、もう攻撃に全振りの方がいいのかもしれません。ということで、長いですが、テキストを読み上げていきましょう。アクティブスキルの1番目。残り HP が最も低い敵を5回攻撃し、毎回 500% の物理ダメージを与え、さらに自身敏捷値 ×6 のダメージが加算される。こちら防御無視で会心攻撃可能です。5回攻撃後、任意の敵を撃破した場合、残り HP パーセンテージが最も高い敵を1回追加攻撃する。追加攻撃前、敵の状態異常耐性を 100% 無視し、100% の確率で3ターンの間敵を撃砕、罪悪状態にさせ、物理防御力と砲術防御力を 90% 減少。会心攻撃された時、ダメージが 30% 増加。攻撃時、会心率が 50% 増加。会心攻撃が発生した場合、次回への攻撃のダメージが 0.5 倍増加、最大 2.5 倍増加可能。毎回だ、攻撃前、自身の残り HP が 50% より低い場合、そのダメージ 200% の HP を回復します。ということで、まあ、もともとね、UR 戦のいいナオトラスキル1が面白い存在だったんですけど、スキル2で、なお面白くなりましたね。まずは、残り HP が最も低い敵を5回攻撃しっていう、まずここだけでももう面白いんですよね。何かというと、残り HP パーセンテージではなく、残り HP が最も低い敵を5回攻撃する。となるんで、まあ、よくある HP サーチで残り HP パーセンテージが最も低い敵をってなってくると、相手が全部 100% であれば上から殴っていくっていう仕様があるんですけど、この子に関してはもう本当に残り HP が最も低い敵を狙っていくので、これも実証もされておりますんで、まあ例えばエースが一番上にいて、まああと育ててない副将が下の方に並んでいたら、まあもちろん育ててない副将の方が HP 低いので、そっから狙っていくんですよね。上からではなく、しっかり弱い子から狙っていくっていうスキルになっています。これ確か UR 戦の時はランダム連撃だかなんだかで、こういう HP サーチではなかったんですよね。まあ、なのでそこをいじってきたの面白いなと思います。ただ、5回攻撃っていうのは変わりませんでした。うん。で、一発が毎回 500% の物理ダメージを与えっていうところで、倍率も変わってないのかな。うん。で、一発 500% だと、まあ、ちょっと弱いですね。で、さらに自身、敏捷値 ×6 のダメージが加算されますと、これ完全に追加されています。今までね、もうそもそも敏捷値のパッシブがついてなかったので、うん、この攻撃的にはそこまで UR 戦では必要だったけれども、あったとしてもそこまでダメージは出なかった部分にはなるんですが、今回、敏捷値も追加されて、敏捷値の防御無視も完全に追加されたので、これは大きいですね。で、今、敏捷値、今非常に通りやすい環境になっていますんで、これはいいでしょう。で、敏捷値 ×6 のダメージが加算されますと。防御無視で会心攻撃可能です。5回攻撃後、任意の敵を撃破した場合、残り HP パーセンテージが最も高い敵を1回追加攻撃すると。うん、いうことで、5回攻撃した後ですね、撃破条件で撃破が取れていたら、残り HP パーセンテージが最も高い敵を1回追加攻撃しますと。まあ、今度はしっかりパーセンテージついてますんで、HP パーセンテージが最も高い敵を1回追加攻撃しますと。いう追加攻撃がついています。まあこれはスキルとはしっかり噛み合ってるなというところで、残り HP がですからね、最初の5連撃は。うん、なので一番弱い敵に完全に飛んでいく仕様となっているんで、これは大きいですね。確実にとどめを刺しに行って、撃破が取れればもう一回追加効果になるので、追加攻撃になるので、まあ6回連撃になりますよということですね。そして追加攻撃前、敵の状態異常耐性を 100% 無視し、 100% の確率で3ターンの間敵を撃砕、罪悪状態にさせ、物理防御力と砲術防御力が 90% 減少。会心攻撃された時、ダメージが 30% 増加ですね。まあ、いいナオトラの面白いところは、まあ、この子だけではないか。まあ、この子は、減少の数値ですよね。まあ、撃砕か。撃砕に関しては、まあ、基本的には 80% 減少っていう子がほとんどなんですが、この子 UR 戦の段階で 85% もらってて、5% だけなぜか多かったんですよね。で、MR になって 90% になりましたよというところで、もうかなり減少、持っています。まあ、その代わり、これ追加攻撃のみについているんで、その追加攻撃ですよね。取れなければ、この撃砕つきませんよと。最初の5連撃にはついてませんよってことです。まあ、なので、しっかり、
撃破取ってですね、撃破条件満たして追加攻撃しましょうという副長になっています。で撃砕つける際ですね、状態性 100% 無視できるので、まあほぼほぼ確実につくんじゃないかなと、いったところですね。そして攻撃時、まあこれはもう追加攻撃時ではなくて、もう全体含む最初の5連撃含む攻撃時会心率が 50% 増加、ここは数値増えませんでしたが、まあ URC の段階でもうここは優秀であったので、これはまあこれでいいでしょう。まあ僕の中では会心率 40% 以上はもうほぼほぼ結構な確率でクリティカル出ると思っていますんで、 50% ならしかも会心値もレベルかける380ついててっていうところもあるんで、これかなり期待持てる、ところかなと思います。そして会心攻撃が発生した場合、次回の攻撃のダメージが 0.5 倍増加、最大 2.5 倍増加可能ということですね。 0.5 倍増えるってことは 50% アップになります。まあ、なので、まあ、500% が 750% になりますよと。まあ、そんな感じですね。で、会心攻撃が出れば出るほど倍率が伸びていって、まあ、1倍増えれば倍。まあ、500% が 1000% っていう形。で、最大 2.5 倍になれば、まあ、3.5 倍、まあ、350% 増えるってことなので、750% になるのかな、最後の攻撃がね。って形でどん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 増えていくので、まあ、これね、クリティカルできるだけ出していきたいですよね。まあ、なので、パッシブがあるからって言っておごらず、しっかり宝石とかね、つけていきたいなというところ、指輪とかもね、強化していきたいなっていうところですね。そして毎回攻撃前、自身の残り HP が 50% より低い場合、そのダメージ 200% の HP を回復。まあ、回復スキルがあります。まあ、最近よく似た回復スキルで、リュフの MR アバについてたんですけど、まあ、リュフに関しては、そのダメージ 100% ですよね、確かね。なので、いい感じで回復するんじゃないかなって思って、ちょっと、お城とかで相手にしたんですけど、簡単に反射で落ちてしまいました。 100% だとやっぱちょっと少ないんですね、回復量ね。ただいいナオトラはこれ 200% あるんで、まあ、反射にも強いんじゃないかなとは思います。やっぱり反射っていうね、 120% とか 30% とかね、援護とかでついてる子いたりするんで、 100% だとやっぱちょっと足りないんですよね、回復量がね。 200% だと、まあ、相手の反射量を超えてきてるんでっていうところで、まあ、回復の方が勝るって考えれば、まあ、死ににくいのかなとは思います。ただ、まあ、リュフと一緒で自身の残り HP が 50% より低い場合という条件があるので、まあ、そこは注意が必要ですかねっていう感じです。まあ、スキル1はいい感じに強化されたんじゃないかなと。まあ、もともと強い方ではあったんですけど、このスキル1だけに関しては、まあ、5回攻撃の、まあ、500% の倍率はね、ちょっと低いのは気になりますけど、まあ、ただクリティカルをね、毎回出せば、まあ、回心率 50% 増加してるんで、もうほぼほぼ出るとは思うんですけど、500% が、次回攻撃ダメージの 0.5 倍ずつ増えていくんで、まあ、クリティカルが出てる時点で、まあ、3倍以上にはなってるんですけど、まあ、その3倍以上の次の攻撃が、まあ、さらに 0.5 倍増加、またそこでクリティカル出せば次も増えていくしみたいなところで、むちゃくちゃ増加していくんですよね。まあ、なので、まあ、最初が 1500% だとすれば、まあ、次が2250% とかになってくるのかな。まあ、なのでもうむちゃくちゃ攻撃の倍率伸ばしていきますと。で、しかもね、クリティカル出れば、敏捷中の方もダメージが伸びていくんで、まあ、それも考えれば、防御無視も含めて考えれば、まあ、かなりダメージ出ていくんじゃないかなと思います。まあ、ただ、ね、撃破条件満たしても最大6回攻撃なんで、まあ、なたは突破できませんよ、みたいな形ですね。で、そしてスキルの2番目。まあ、こっちの方がいいナオトラは問題かなとは思いますね。まあ、そこまで強くないスキル2だったんで、まあ、こっちの方がどこまで強化されたかですね。敵6名に 800% の物理ダメージを与え、さらに自身攻撃力 100% のダメージが加算されると。まあ、これ防御無視ですね。会心攻撃可能です。そして、残り HP パーセンテージが最も高い敵に 1600% の物理ダメージを与え、さらに自身攻撃力 200% のダメージが加算されると。こちらも防御無視で会心攻撃可能です。必ず命中ということで。そして毎回攻撃前、敵が撃砕状態の場合、必ず会心攻撃が発生。すべての攻撃後、4ターンの間、味方6名を、白月状態でいいのかな?白月生後状態にさせるということで、また新しい、生後状態が出ました。生後バフですね。まあ、それが、もう生後もだいぶ多くなってきましたね。こちらになります。今回は白月と呼んでおきますね。自身の敏捷値によって敵の知力ダメージを減少、この子はすごく知力ダメージを減少してくる子ですね。しかも味方にもかけられるっていうところで、減少値は敏捷値のかける 1.5 倍になりますんで気をつけてくださいということですね。まあ、固定値の
まあ、神髄共鳴スキルみたいなものがついています。知力ダメージ減少ですね。うん。ただ、スキル2についてるんで、まあ、この子はね、防御面がちょっと脆いっていうところで、ここまで生きてられるかなっていう不安はありますね、ただね。で、上から見ていくと、敵6名に 800% の物理ダメージを与えということで、範囲攻撃になります。まあ、800% なんで、まあ、高くもないし、低くもないっていう倍率ですね。で、さらに、自身攻撃力 100% のダメージが加算されますと。まあまあ 100% ですね。防御無視で会心攻撃可能ですと。そして、残り HP パーセンテージが最も高い敵に 1600% の物理ダメージを与え、さらに自身攻撃力 200% のダメージが加算されると。まあ、この攻撃力 200% も防御無視で会心攻撃可能。この追加攻撃に関しては必ず命中しますと。いうことで、こっちは 無条件でですね、追加攻撃が出ますよと。まあ、普通の範囲攻撃打った後に、残り HP パーセンテージが最も高い敵、1名ですね、1600%。まあ、かなり高い倍率ですけど、1600% の物理ダメージを与えて、攻撃力 200% のダメージが加算されるというところですね。そして毎回攻撃前、敵が撃砕状態の場合、必ず会心攻撃が発生。ですが、まあ、この子はね、追加攻撃、スキル1の追加攻撃にしか撃砕ついてないんで、多くても1人ですね、つけられるのがね、この子だけで完結させようとするのであれば。なので、まあ、ちょっとこれ厳しいのかなとは思います。うん、ただね、味方の撃砕も、まあ、もちろんこれ OK なので、罪悪じゃなくても全然 OK なので、まあ、そこもフォロー入れれば、もうちょい火力出るかなっていう気はしますね。範囲攻撃、これすべてが、撃砕状態の時に必ず会心攻撃にもなりますんで、まあ、撃砕はね、まあ、サポートでつけてあげても、まあ、いいのかもしれませんね。まあ、そこまでまだね、撃砕を確実につけられる子っていうのは出てきてないので、まあ、撃砕罪悪とかですよね。範囲攻撃の撃砕罪悪で、なおかつ状態上、対戦無視を持っている子とかが欲しいですね。早めにね。うん。そしたらこの子のスキルには輝くかもしれません。そして、すべての攻撃後4ターンの間、味方6名を白月生後状態にさせると。まあ、これスキル1についてればまた変わったんでしょうけど、スキル2っていうところで、まあ、ちょっと残念感はありますね。まあ、ないよりかはもちろんいいですけど、まあ、アタッカーにこういうサポート機能がね、最近ちょっとずつつき始めているので、この辺もね、利用できるところにはなってくるのかなとは思いますが、まあ、スキル1についてればよかったなっていったところですかね。ただ、知力ダメージ減少なんで、まあ、これは注意してほしいなというところですね。もう最近はやっぱ筋力ダメージがメインになって、来ているので、まあ、筋力ダメージを抑えつつ、じゃあアタッカーは弓とか防止にしようみたいな流れなので、まあ、ここで、まあ、知力ダメージ減少で、まあ、ちょっと防止のね、攻撃力を下げていこうかなみたいな形なのかなとは思いますね。まだそこまでね、防止で、アタッカーになれるって子もそこまで多くないので、まだそこまで活躍の場は、うん、多くはないのかなと思います。はい、ということで、いつもの評価やっていきましょう。まあ、今回すごく悩みましたね。特に対人で悩みました。まずタイプはアタッカーでいいでしょう。まあ、撃砕もね、特にこれ、ばらまくとかではなくて、まあ、追加攻撃が取れた時の、一人につくっていうところなんで、あとは白月ですよね。まあこれもサポートになりますけど、まあいいなおったら防御面がちょっと不安なんでっていうところで、まあ、サポートアタッカーではないなと。まあまだ攻撃力はね、十分活躍できる状態ではあるんで、まあアタッカーでいいでしょうと。うん、で、戦場戦役ですね。せっかく新しく命中値もらえたんですが、まあちょっと C プラスになりました。やっぱりまあスキル1が連撃っていうところと、追加攻撃が撃破条件っていうところですね。うん、なので、まあ、ちょっと厳しいかなと思います。タイムロスもあって、撃破を取らないと追加攻撃がないっていうところですね。まあ、ただ、会心攻撃はものすごく出やすいので、火力面としては十分、まあ、低いステージであれば、火力面としては十分通用するかなと思います。ただ、命中パッシブがついてるからって言ってミスがなくなるわけではないんで、まあ、安定性も、命中パッシブがないよりかはありますけど、やっぱ必中と比べるとかなり落ちますよね。うん、まあ、そこがちょっと残念なところかなと思います。ただ、会心攻撃でね、やっぱり、まず 500% の倍率がまず3倍以上にはなって、さらに次回攻撃のダメージも 0.5 倍増加とかはあるんで、まあ、かなり火力は出るとは思うんですけど、まあ、それでもですね、連撃っていうところと、まあ、追加攻撃が結局は撃破取らなきゃいけないっていうところで、まあ、ちょっと残念なところかなと思います。そしてスキル2が範囲攻撃ですね。まあ、800% で、まあ、罪悪つい、撃砕がついていれば必ず会心攻撃にはなるんで、まあ、撃砕サポートは必須になってくるかなと思いますね、この子はね。あとは、
まあ、追加攻撃で1人に 1600% ですね。これは必中なので、まあ、ここを過信するのはまだ微妙かなっていったところですね。まあ、防御無視は一旦置いといてっていうところで、まあ、ちょっとスキル2の火力が低いのかなと思いますね。まあ、撃砕サポートあって、やっとこって感じかな。まあ、ただ、これもね、範囲攻撃なんで、ミスが出てしまえばそこまでってなってしまうんで、やっぱり、ね、命中パッシブが、まあ、レベルかける400とかなり高い数値ではついてますけど、やっぱミスは出てきてしまうので、どうしてもね、まあ、そこでの安定性がね、ちょっと欠けるかなと思いますんで、まあ、低いステージならね、レベルがね、相手のレベルが低いステージなら問題ないでしょうけど、まあ、170ステージまでを想定していて、170に近くなれば、やっぱりミスがね、増えてくるんで、まあ、そこではちょっと通用しにくいのかなと思います。ということで C プラスにはしてますね。まあ、命中がついてる分だけプラスついてますよという形になっています。そしてボスですね。ボスに関しては B 評価にしました。まずは、まあ、スキル1がね、まあ、メインにはなってくるんですけど、5回攻撃で 500% ですね。これだけ見れば倍率低くて合わせても 2500% しかないんでかなり低いんですけど、まああとは、撃破条件は取れないので、170ステージまでを想定してるんで、ボス1人しかいないんで、敵がね、撃破取ってしまったらもうその時点で終わりなので、撃破条件も出せませんよってことは罪悪撃砕つけられませんよということですもんね。なので、まぁ、ちょっと不利にはなるかなとは思うんですけど、まぁ、回心率が 50% 増加してるんで、かなりの確率でクリティカルが出ます。っていうのを計算していくと、クリティカルだけでも、まあ、この子物理回心ダメージ 60% ついているんで、まあ、指輪とか合わせれば 350% は軽く超えるでしょうというところで、まあ、350% あれば4点、350は行き過ぎか、いや、250か。250は軽く超えて300により近いところにはなってくるのかな。なので、まあ300で計算していくと、ざっと4倍になるので、100% アップで2倍なんで、300% アップは4倍です。ということで、クリティカルが出れば、まあ一発2000%ぐらいかな。で、5回攻撃すれば10000%と、まあ、いうことにはなるんですけど、まあこれもね、回心率が伸びてるだけであって、絶対クリティカルが出るわけではないんで、まあそうなると、ちょっと運要素もあるかなと思います。低い時は 2500%。これ全部クリティカルが出れば 10000% ってなってくるとね。でしかも、その 10000% に近い攻撃のダメージが 0.5 倍増加とかも含まれてくるんで、実際はもっと伸びます。まあいちいち計算してたら大変なことになるんで、計算はしませんけど、まあ 10000% の上に、まあ 0.5 倍、1倍、1.5 倍、2倍っていうのがどんどんついてきてるんで、実質はもっと出ますね。もうもっとっていうかかなり出てます。全部クリティカルが出るのであればですけど。で、1個でも出なくなれば、やっぱだいぶ火力落ちるんでっていうところで、不安定さはもちろんありますね。そしてスキル2がまあ 800% に、防御無視はまあ対応の PC では一旦置いときましょう。そして、1600% の追加ダメージですね。こっちは出るんで、合わせて 2400% ですね。そして、撃砕がついていれば必ず回心攻撃が出ますと。で、回心攻撃が出れば、まあ、さっきと同じで4倍ぐらいにしてあげれば、10000%ぐらいいくので、10000%近くにはなるのかな。まあ、なので、合わせれば、かなり火力は出てるようには見えるんですけど、まあ、スキルにはね、撃砕さえつけてあげれば、まあ、ただこの子、自分で完結できないんですよね、対ボスに関しては。170ステージまでに関しては、もう本当にボスが1人しかいないんで、撃破条件が絶対取れないと。ということで、まあ、自分で撃砕つけられませんよと。味方のサポートがいりますよっていうところで、まあ、ちょっと評価落としますね。うん、味方のサポートをわざわざ入れてあげなきゃいけない。11枠しかない副将の枠をですね、わざわざ1人サポート入れて、まあ、で、エースとして、エースとか、まあ、しっかり育て上げている、まあ、撃砕持ちがいればいいんですけど、まあ、そこまで撃砕持ちでしっかり育てているっていうのは少ないと思うんですよね。まあ、ハッキーだったりとかですね、まあ、撃砕専門の子で、もうエース級にしっかり育ててるって子は結構少ないと思います。うん。まあ、それなりに育ててるみたいなのはいると思うんですけど、がっつり育ててるって人は結構いないと思うんで、まあ、そういう子はね、まあ、適当ではないけど、まあ、それなりに育てている子を、まあ、ボスに連れていくのかっていうところで、その1枠使うのかどうかっていうところになってきますよね。まあ、他にいなければいいんでしょうけどっていうところで、まあ、サポートがいる分ちょっとマイナスしました。ただ全部クリティカルが出れば、まあ、A クラス級の、うん、A 評価クラス級のダメージは出るんで、その代わりクリティカル出ないのであれば、B 評価級、B、まあもっと低いかもしれないですね。スキル1が 2500% で終わっちゃったら、B 評価もちょっと微妙ですね。まあスキル2がね、撃砕自分でつけられないって考えてくると、結局 2500% ぐらいになるんで、合わせて 5000% ぐらいってなると C 評価級なので、
なので、まあ、ちょうど間ぐらい取って B 評価にしました。まあ、クリティカルはね、多少なりとも出るとは思うんで、50% なんで、まあ、そこまで、悲観しなくてもいいのかなとは思います。そして対人ですね。対人がね、一番悩んだんですよね。この子に A 評価あげるかあげまいか。まあ僕が B プラス評価にしたのは、やっぱり防御面のなさっていうところで、スキル1打っておそらく死んでしまうかなというところを懸念して、マイナス評価にしてしまいました。まあ、ここ最後まで悩んだんですけどね、B プラス評価にしました。闘技場とかね、やっぱり、スキル1はね、まあ僕は文句なしの強さだと思うんですけど、クリティカルも出やすいですしね。スキル2に行きたいんですけど、ここまで生きてない可能性の方が高いなっていうところで、ちょっと厳しい評価にはなってしまいますね。まあお城の攻めではね、まあ別にガンガンこうスキル1だけで攻撃していけばいいとは思うんですけど、で、防衛はやっぱ厳しいですよねっていうところで、やっぱりスキル2が確実に打てる保証がないっていう副将はちょっと評価落ちるなっていったところ、まあ、なので B プラスにしてしまいました。そして短期特化度ですね、短期特化おすすめ度は C プラスですね。やっぱ防御面のなさはちょっと気になったなっていったところ、そして武将であるかどうか、弓ですね、戦場戦役適性あるかどうか、ちょっと厳しいかな。まあ最初の頃のステージであれば、まあ問題なく回せるのかなとは思います。そしてボスもまあクリティカル次第ですねといったところ。まあ、撃砕のね、補助が入れられるのであれば、もっと評価上げてあげてもいいので、まあ今回はね、いいナオトラだけの評価になってるんで、まあ補助のことは一旦置いておいて、って考えると、まあ B 評価にはなってしまっているので、まあサポートが入れられるのであれば、まあもうちょっと活躍できるかなっていうところですね。まあボス面はまあサポートがあれば問題ないでしょう。そしてコスパ面。コスパ面はアバになるんで、まあちょっと、コスパ面悪いです。やっぱり MR アバはそこまでコスパ面良くないので、で、今度花嫁衣装もってなってくると、花嫁衣装今ないですけど、まあ、今後つくと思います。まあ、今後いつになるかわかりませんが、ついた時に、まあ、やっぱりコスパ悪いのでって考えると、コスパ面はちょっと悪いです。まあ、なので短期特化度は C プラスにしました。やっぱり防御面ですね。僕も新妖精で始めているので、防御がない副将の短期特化っていう、の辛さは僕は分かってるんですけど、やっぱりね、相手に武将がいて、スキル、まあ、いいナオトラで言うとスキル1耐えられちゃうと、カウンターで落ちてしまうってなってくると、まあ、ちょっともったいないですよね。まあ、だったら、まあ、最初は短期特化に向くのは、やっぱ防御が高い武将になってくるのかなとは僕は思っているんで、まあ、武将で、なるべく武将で育ててほしいですね。で、2人目、3人目とかで、まあ、サポートは一旦置いといて、アタッカーとか欲しいなってなってきた時に、いいナオトラとかはありかなとは思います。はい、ということで、今回いいナオトラね、まあ、ちょっと、まあ、攻撃力、確かにスキル1の攻撃力はあるんですけど、まあ、やっぱ防御面がどうしてもねっていうところで、まあ、A 評価に届かず B プラスにしてしまいました。まあ、そこだけすごく悩んだところかな。まあ、A 評価でもおかしくはなかったかなとは思います。はい、ということで、チャンネルの登録、Twitter のフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。